ぬいぐるみの独り言、実況プレイ始めていきたいと思います。この声はきっと君には届かないかもしれないみたいな素敵なことが書かれてましたね。始める？続き？じゃあ始める。10分ぐらいで取れ、エンディング2つ取れるみたいなゲームらしいです。ぬいぐるみに名前をつけよう、6文字まで。あーそうなの。じゃあマシュマロにしよう。マシュマロっぽいから、マシュマロでよろしいですか？うん、かわいい。マシュマロ、僕はウサギのぬいぐるみです。もともとの名前があるのですが、あ、もともとの名前があるんだ。マシュマロと呼ばれているので、そういうことにしています。あと男の子ですが、女の子だと思われているので、そういうことにしています。あ、そうなんだ。空気めっちゃ読んでんだ。僕はゲームセンターってところにいたけど、あ、UFO キャッチャーとかで取ってきたやつなのかな。持ち上げられたり、いっぱい転がされたりして今のお家に来ました。あの時のこと今でもちょっとトラウマです。トラウマなんだ。連れてきた人、最初は大学生だったけど、今おじさんしてます。おじさんは、そっか、服とか着せられてる。みそじになっちゃったよ、どうしようってギュッとしてきたので、よくわからないのですが、なんかかわいそうでした。おじさんしてんのにみそじになっちゃったよ、どうしようってぬいぐるみにやってんだ。僕を連れてきた人、明るくなるとお仕事に行って、暗くなってくるとパッと明るくなって戻ってきます。寝る前はたくさんお話を聞かせてくれます。そのおかげでいっぱい物知りになりました。あと寝るときはいい匂いがするのに、起きたときは何とも言えない匂いがします。おじさんじゃん、めっちゃ汗かいてんだろうな、多分疲れてんだろうな、うなされてんのかもな、もしかしたら。そんなある日の夜、あ、どうした？僕は暗くて狭い部屋に閉じ込められました。耳を澄ますと知らない声がします。あ、なんか彼女みたいなの連れてきたのかな。僕を連れてきた人よりもなんだか高い声です。部屋から出してくれたのは、外が明るくなってからでした。お泊まりデート、ごめんね。だって僕は布団の上に戻してもらったけど、なんだかいつもと違う匂いがしました。次の日と次の日、僕を連れてきた人は僕と一緒に寝てくれました。でもたまに僕はまた暗くて狭い部屋に閉じ込められてしまいます。彼女ができたんだ。ぬいぐるみが置いてあることを隠したいんだ。そんな日が多くなってきました。お布団の中、僕と僕を連れてきた人を見つめ合ってます。僕を連れてきた人、明日の夜から彼女と一緒に過ごすことになったんだ。僕と僕を連れてきた人と彼女と3人暮らし。マシュマロのことは大事なのに彼女にずっと言い出せないでいる。ええ、そうなの。言えばいいじゃん、これ大事にしてんだよねとか。てか普通にすって置いとけばいいのに。そしたら、え、このぬいぐるみ何？みたいなくだりになるじゃん、絶対。怖いんだ。大事なの、いつもすごく伝わってきます。今もギュッと震える腕の中に入っています。いい年した男がさ、ぬいぐるみに名前つけて服着せて毎晩抱いて寝てる。そんなこと知られたら気持ち悪いって別れてしまうかもしれない。そんなことないでしょ。そんなことないと思うけど。でも生まれて初めての彼女で、彼女のことも本当に好きで、気持ち悪いってどういうことなんでしょう。どういうことだろうね。失礼だよな。よくわからないけど、僕はここにいない方がいいってこと。いや、そんなことはないよ。マシュマロのことは隠し続けられない。僕は決めなきゃいけない。何を決めるのでしょう。あ、マシュマロのこと打ち明けるか、マシュマロを手放すかってことか。これもしや、マシュマロとお別れをするのか、マシュマロのことを彼女に話すのか。お別れする必要なくない？だってねえ、どうしたらいいのかな。そんなにギュッとされても僕には決められません。君は人間で僕はぬいぐるみ。僕の言葉は君が決めている。僕の本当の言葉はいつだって独り言なのだから。でも、もし僕の本当の言葉が伝わるのなら、伝わるのなら僕は僕のことを話してほしい。僕とお別れした方がいい。わあ、まあ多分僕のことを話してほしいかな。だってさ、マシュマロと共に過ごしてきたんでしょ、主人公は。で、すごく大切に思ってるんでしょ。大切に思ってるぬいぐるみの話仮にしたとしてもさ、あ、大切にしてるんだみたいなお話になると思うけどな。そんなの
大切にしてんの気持ち悪いみたいなことを言うやつと別れればいいと思うけどな。僕のことをお話ししてほしいな。わかった。ありがとう。あ、伝わってんの？伝わったのかな？スーッと寝息を立てる君。これが最後になってしまうのかな？いや、ドキドキしてくるな。次の日。おはよう。僕決めたよ。マシュマロのこと彼女に話すって。お、伝わった。すごい。これでもし彼女と別れることになったら結婚してくれ。あ、俺と？よくわかんないけどやばいこと言ってる気がする。僕を連れてきた人、顔は笑ってるけど手は震えてます。とりあえずやれることはやらんとね。あ、なんだなんだ。それは僕のお手入れ、お手入れ動画。マシュマロをきれいにすんのか。身だしなみは大事だからね。すごいね。ぬいぐるみのシャンプーとか、なんかそのぬいぐるみのブラシみたいの買ってるっていうガチ勢ってことは、ぬいぐるみガチ勢なんだ。こんなに大事にしてるものをさ、彼女だったら無限にしないだろ。さて、これでよし。めっちゃ綺麗になったな。毛並みも匂いもいい感じになったね。シャンプーとブラシでツヤツヤです。シュッシュしたので匂いもいい感じです。夜になりました。ピンポン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 、めっちゃ鳴らすタイプの人か、彼女は。出るから、あんまりピンポンしないで。めっちゃ鳴らすタイプなんだ、やだな。僕を連れてきた人、外に行きます。いや、重かったよ。で、話って何？この声、彼女かな？その、とりあえず中に入るね。え、あ、足音が近づきます。来る。あ、もしかしたら彼女さ、これプレゼントだと思っちゃうんじゃない？え、このぬいぐるみ私へのプレゼントなのって思っちゃうんじゃない？ガチャ。彼女だ。え、スーツケース。もう、同棲始めんの？よっと。お、目と目が合いました。その子は、可愛いんだけど、どうしたのこの子。マシュマロって言って、名前あんの？マシュマロちゃんっていうの？可愛いね。あ、懐いてる。めっちゃ、あ、何してんだろこれ。めっちゃ顔をうずめてきます。お、匂うぞ。さては、いつも抱いて寝てるな。あ、そうなの。そんなこともわかんの？こういうこと言ってほしくないんだけど、仮にわかったとしても。え、しっかり洗ってあげたんだけど、匂う。匂うの？そりゃもう。そっか、この彼女もちゃんとやっぱ主人公のこと好きだから、そういう本当は人とか気づけないようなことに気づけるとか、そういう話なのかな。そりゃもう。で、話って何？気持ち悪くないのかな、なんて。何が？だっていい歳の男がぬいぐるみに名前つけて服着せて。え、この服わざわざ着せたやつなの？はーん、こういうのが好きなんだ。すごく見られてます。で、一緒に寝てるんだ。え、うん。で、こんな悪趣味なやつとは別れてやるって言われるんじゃないかって。うん。でも話してくれたんだ。よっぽどこの子が大事なんだね。うん。よかったね、シロちゃん。いや、お前マシュマロって言ってんのに。俺マシュマロって言ってんのに、この子のこと。いっぱい愛されてるね。でか、意外とでけんだ。彼女さん、ギュッとしてくれました。僕を連れてきた人より柔らかい感じがします。私も言ってなかったけど、その、男装していろんなところ歩いてるんだ。ええ、そうなんだ。かっけえじゃん。すげえな。男装。よくわかんないけど写真。これは彼女さん。おお、かっこいい。でしょ？でもね、パパもママももっと女の子らしくしたらって言うんだよ。女の子らしくする前にさ、私は私らしくいたいのに。あなたもそう思ったから話してくれたんでしょ？うん。僕はマシュマロが好きで。でも受け入れてもらえなかったらどうしようって僕は。僕を連れてきた人、涙がポロポロです。本当に？そんなか、そんなことか、この話って。おう、よしよし。怖かったね。頑張ったね。私もね、本当はあなたに嫌われたらどうしようってずっと隠してて。あれ、あれ？あ、二人とも泣いてる。彼女さんもポロポロです。マシュマロがね、教えてくれたんだ。ちゃんと話した方がいいよって。うん、うん、そうなんだ。ありがとうね、マシュマロちゃん。僕はただ独り言を言っただけだと思ったのに、僕の言葉は、僕の思いは、ポロポロの二人に挟まれて、ああ、一緒に泣いてる。エンドになんだか僕もポロポロなのでした。何この素敵なお話。いやー、かわいい、かわいい物語だな。いや、そんなね、だってさ、趣味とかもさ、
やっぱ受け入れてくれるからこそ一緒にいたいんじゃないのかな。この人の前では本当の私を出せないって人と付き合っても、それって大事、それってどうなのみたいな思ってしまうけどな。じゃあ僕と別れした方がいいよ。分かった、ありがとう。伝わったのかな。スーッと寝息を立てる君、これが最後になってしまうのかな。いや、こっちは悲しいエンディングになりそうだな。次の日、箱に入って連れられて、僕は神社にやってきました。僕を連れてきた人は知らない人とお話をしています。この子の供養をしてもらえませんか。受けたまわりました。では最後のお別れを。めっちゃ大事にされてるな、本当に。僕を連れてきた人が僕の顔を覗き込む。お別れだね。ごめん、僕の勝手で。10年間君のおかげで何度も辛い夜を乗り越えられた。ありがとう。本当にありがとう。泣かないで。僕は何もしてない。君は君の力でここまで来れたんだから。だから僕がいなくったってきっとうまくやっていけるよ。大切な人と仲良くしてね。マシュマロいいやつすぎんだけど。伝わるかな。伝わればいいな。ああ、今度生まれ変わるなら何になろうかな。あ、お前が決めれんの。人間になりたいな。そしたら大好きな人の隣にずっといられるかな。エンド一、僕がぬいぐるみだったから。いや、そんなことないよ。これはそんなことないと思うぞ、本当に。あ、おまけが出てこなくなった。あ、じゃあさっきのエンディングじゃないとおまけ見れないのか。じゃあちょっと撮ってくるか。じゃあおまけ見て終わろうかな。おまけ、お、なんだ、パセ猫。お、これはこれは、わざわざおまけまで来ていただいてありがとうございます。あ、なんか制作者の方の名前パセ猫みたいな書いてあったっけ。ここからは作者の主張が激しい感じになりますので、本編の余韻に浸りたい方はブラウザバック推奨です。あ、そうなんだ、キリッとしてる。さてさて、いかがでしたか、ぬいぐるみの独り言。素敵だったな。実はこの作品ちょっとだけノンフィクションなところあります。いや、彼女はいないんですけどね。でもこんな彼女いたらいいなって気持ちで活躍してもらいました。そうなんだ。実際どうなんですかね。ぬいぐるみが大好きな男の子がいてもいいと思うし、男装を極める女の子がいても何も問題ないはずなんですが、何も問題ないと思うけどな。人には理解されにくい、もしくはそう思ってる趣味や趣向、感性、もしあなたの親しい人からカミングアウトされたら、僕はそれを受け入れなければならないってことはないと思います。どうしても理解しがたいものってあるはずですから。いや、まあそりゃそうだけど、そんなのって思えるぐらいのことだったら、いや、そいつとの付き合ってきた期間とかが、まあ、友達とかだったら、そいつといた期間とかがさ、もうそんなこと許してしまいそうだけどな。だってそいつの全てが好きだから一緒にいるわけじゃないと思うし、人間関係って。こいつのこういうところが好きだなっていうのが一つ二つあれば、全然友達としてもう生きていけると思うし、彼女だったとしても一つ二つ好きなところがあれば愛し続けられると思うけどな。でも信頼して勇気を持って伝えてくれた。そのことはないがしろにしたくないなって思います。あくまで一個人の意見ですけどね。ってところで、今回のおまけはこの辺で。あ、かわいい。またいつか会おうね。かわいいお話だったな。というわけで、ぬいぐるみの独り言ここまでにしよっかな。いや、素敵なお話だったな。ずっとぬいぐるみ目線ってのもよかったな。言葉は通じたのがなんでなんだろうか、わかんないけど、やっぱ10年も一緒にいたら通じるのかな。というわけで、気になった方はぜひやってみてください。ぬいぐるみの独り言という作品でした。